はい、大会ね、大会やりますよ。はい、大会やります。全員参加でよろしいですか。今山本さんにいそうな人はみんな書いていただいたんですけど、はい、じゃあね、本日は紅白戦ってことで、まあじゃあリーダーをね、リーダー希望者、おらん、
大会やるよやるよ。じゃあね、リーダーどうしようか。誰かおらんかね。おお、これも、あ、山本さんでもいいね。じゃあ破天荒さん、今日リーダーお願いしてもよろしいでしょうか。どうしてもね、破天荒さんしかいないと。じゃあ 1P2P じゃんけんからやる。
はい、じゃあランバトやります。チーム、本日は紅白戦形式で、1人2回ですね。あの順番は決めずにかぶせで、じゃあちょっとチームの方をね行っていきましょう。で、ワンピーチームが、山本、秀、バイパー、中島、倉橋、坂本、ムナーリ、原野、これワンピーチームです。で、ツーピーチームが、破天荒、お茶丸、闘魂、友座、長州、川島、瀬尾、ハゲが 2P チーム。あ、友田さん来ました。やりましょう。じゃあ配信台は終了してください。あ、あと参加費まだの方ね、お願いしますね。あ、100円です。まあ、友田さんは今来たばっかで、あと、あ、バイパーさんとムナーリさん、あの2人今日は早くから竜ガイルを始めてましたからねもう僕来たらもう竜ガイル始まってましたからねはい、今日はね、1人2回、まあ、あの同じキャラでもいいけど、同じキャラでもいいけどね、まあ、変えた方がちょっとね、面白いんじゃないかと。あ、バイパーさんが来ました。あ、ムナーリさんも来た。あ、すいません、リュウガイルのお邪魔をしてしまってはい、じゃあ配信台ストップでお願いします。そこもなんかまた竜ガイル始まってますね竜ガイル始まると止まんないからね。
じゃあやりましょうね、やりましょう。じゃあ、両チーム、いや、キャラは自由です。同じキャラでもいいです。2回、1人2回。じゃあ先方だけ決めてください。両チーム、じゃあね、 2P は私が先方。よし、じゃあスタートしましょう。はい、はい、あとは被せ合い、あ、了解です。2回で、キャラ、うん、同キャラもあり、あ、同キャラあり、 OK です。じゃあやっていきましょう。はい、やるよ。 1P 側山本、 2P 側破天荒。キャラだけ申告、先方だけお願いします。2回とも同じキャラ OK です、今回。あ、そっか、あ、人とキャラも、いや、人だけ、人だけ、じゃあそれで、はい、じゃあやっていきましょう。さあ、8月18日土曜日のニュートンのイベント、今日は東大戦形式、1人2キャラ持ち、2回とも同キャラ OK っていうわけで、まあ人によっては強キャラを2回出すという人もいるかもしれません。今まさに喋っている私もそうかもしれません。というわけで開幕は
原野さんの流体ハゲダルシム。さあ原野さんはサードストライクをやっている方ですが、 X の洗礼をダルシムがひたすら手を伸ばしまくる。さあしかしサードストライクにも手が伸びるキャラがいるので、さあこれはカフィートになる。さあどうする原野龍。さあ相打ち、これは分が悪い。いやドリルが入る。さあやはりサードのネクロとちょっと違うんでしょうか、このダルシムの手の伸び方、足の伸び方。さあここはゴチゴチ掴んでスラストコパン審判か。さあ原野龍かなり苦しいが、さあ相打ち、これはどうする。さあ伸びる伸びる。さあ勝利ぶち当てた。さすがにやりすぎだぞ。さあ3度も伸ばしまくる。さあこれはカスヒット、運が悪い。さあ勝利は当たらず0ドット。これは厳しい、ハゲシム勝利。さあ 1P 側どうしよっか。ダルシム、そうですね、ダルシムきついやつばっかりという。はい、山本さんどうぞ。さあ2P 側ハゲシムがまずは1本先取したところで、さあありですね。さあキャラは自由ですので何を使っても OK です。あ、ゴーキも OK？ ゴーキダメ、課金制ゴーキ。さあバルログが登場、なぜかスカイハイクロもらって、さあこれは裏落ち。さあその距離はダルシムの起き上がりの名で食らうぞ。さあっと、おっとバク転、おっとぐるぐるが待って、これは地獄の画面端だか。あーゴチゴチではない。さあ投げかく。さあ爪が剥がれたがどうする、山本バルログ。さあ相打ち、相打ちだがダメージがあんまり取れてない、ガードになってしまって飛びが入る。さあコパンで落とされて、これはスラスト。さあいい距離を保ってはいるが、これは来た、ダルシムモード突入。さあちょっとドリルが怪しいが、おっとおっと、さあ爪をトラブ、やりに行く、やりに行くこの男。いやーしかしドリルで押し落ち。さあおっとおっとおっと、さあ裏落ち、おっとぐるぐるでいく。あの削りも地味に痛いんですよね。さあこれはなぜかタッチチューパン。さあ空中で拾って、おっと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 、さあこれはダルシムどうする、下段、うっ、さあ来た、ダルシムのモードがどうする。さあどうする。さあ最後の最後で TBS、最後の最後でどうせテイラーねえんだろと前突っ込んだらまさかの TBS 発動。さあここでバルログに対してホンダ、お茶丸ホンダ。さあ開幕どすこい、削りが半端ねえ。1回バス、ハゲさんも1回バスですね。さあ大石ができる。冷静に考えると大石ってやばいと思うんですよ。床に叩きつけてお尻でドスンってスタンチもたまりますわ。それは
さあ、おいしょ、これはピオールのか、ピオンない、ガードしている。さあ、こっから逆転はあるのか、うわー、これは厳しい。さあ、ホンダに対して誰が行く、ワンピー側。さあ、どうしましょう。あ、ムナーレさん、さあ、リュウガエルなら俺に任せろとムナーリさんがワンピーが着席だが、使うキャラはリュウを使う。さあ、ワンピー側、ここでムナーリリュウが登場。この男、リュウガエル相当やっております。昇竜拳出ますが、気づけば画面端、竜巻巻き込まれて、さあ、台風がちょっと出しづらい感じ、巻き込まれて、さあ、ホンダはやり慣れてない感じか。さあ、巻き込まれた。さあ、中盤波動。さあ、これは投げ返す。さあ、うまい、中盤波動。うわー、なぜか裏に抜ける。さあ、これはいい位置取りですね。削って、まあ、削りにはならず食らう。まあ、ガードしたところでかなり自利品なのは間違いないですね。さあ、歩きガードがうまいが、さあ、張り手はお互い使ったというところか。さあ、昇竜が出づらい位置で飛んでいる。さあ、これはムナーリさんが投げ返す。さあ、これはいいモードのスム。さあ、ダイヤ下行く。いいですね、ダイヤハードしっかり追っ払う。対空ハイヤー、こっからダイヤハードいいですね。さあ、これはさすがに100巻出しても、おそらくコパン何が置いてあるでしょう。さあ、ここで破天荒さんが黒い笑顔になるのか、それとも普通の優しい笑顔になるのか。さあ、普通の優しい笑顔の破天荒さんでした。さあ、 S 流だ。さあ、痛い痛い痛い、開幕6割ゲット。さあ、対空昇竜、おお、バックジャンプ。さあ、これは厳しい。さあ、弱昇竜しっかりガードしている。さあ、ちょっと出しづらい位置だったか。これはダイダイが入って固めていく。そっ、おっとっとっと、うまい。さあ、ここからムナーリさんが足を使って逆転するのか。さあ、あー、難しいところ。さあ、見ているが減る。これはうわー、おそらく今ダイヤシ出したところにムナーリさんもなんか暴れてた可能性ありますね。さあ、どうしましょう。まだ1回もワンピーが出てない側がヒデ、バイパー、中島、倉橋、坂本となります。おっと、中島さんがさあ、ここで、おっと、坂本、あ、違う、中島チュンリー。
さあ動画ではお初となる可能性があります。中島さんのチュンリー、さあ赤いチュンリーといえばかなりテクく立ち回るチュンリーとガスガス来るチュンリーの両方のイメージがあります。さあしかしガイルと勝手が違うので、さあこれは見てから、おっとっとっと、わあなるほど、さあこれは中電は入らなかったが開幕2割5分ゲット、これは大きい。さあ立ち中継で相打ち、さあこれは固めがうまい、いいですね。足を使うのはチュンリーありですね、大事です。さあここでクルージングモード突入、撫でる意味がないから超減る。さあひたすらチュンリーがクルージング、この時間と体力なら待てるよと。さあ対空は出ず、中島チュンリー勝利。カマシュンさんうるせえお、ここで長州シャンの青いザンディ、チュンリーにザンディで入っていく青サイ。さあなぜかチュンリーに入っていたのこの男、これハジェさんコメント出てないですけど配信されてます？了解です。誰もコメントしてないとか、マジか。さあ中島チュンリーはサブのチュンリーでもあるが、うまいことやれてるが大大が入ってここは中断。いやあれ難しいんですよ中断あれね、やっぱりなかなか、あーっとっとっと。さあ早出しのダイエットに対してはしっかりと対空を出していきたい。さあいいですね対空飛行点、これが強い。さあ中中飛行点でしっかり追い払う、そしてゲージも回収、体力もリード、チュンリーとしては状況は悪くないが残機はワンチャンがあるのでわからない。さあ影縫いもかなり多用しているが、さあダイヤシ入ってここは様子に、おっとゲット対空、おっと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 、これは死なない、あー長州さんがやっちゃったって顔してますね今、見てるよありがとうございます。さあ開幕飛行ぶち当たって今のはゲット対空かな、さあゲンが入っていい位置ですね、ダブラリを潰す位置で中盤で飛ぶ。さあ影縫いジャンプが入って、しかし影縫いなんて知らないから飛行機打てばいいんでしょと、そんな感じで中島さんがやっていくか。さあ影縫い入ってるときはとりあえずまあ後ろ方向入れて飛んだ瞬間にバックジャンプが安定ですね。さあ対空、対空戦ですが強い。さあ次がお次は、さあカーシムさんが行くのか、これはちょっとジュース買ってくるんで離れます、30秒ほど。はい、マイクありました、マジです。スピガーカーシムさん DJ ですね、でした、でした、よかったでした。はい、 DJ 対チュンリー、さあ開幕冒頭スラッシュ打ち合い、打ち合い、打っていく、打っていく、組ませる、お互いにあんまり近づきたくない感じなんですかねこれ。画面端だが離れた、投げる、
そうなんですよね。投げる。おっと減った。そうなんですよね。ずっと喋ると疲れるんですよ、ね。そうなんですよ。今のいいですね。やっぱチュンリーはやはり足が速いのでそこをしっかりと生かした感じでっていうか今投げのところしか見てなかったので何も言えませんが。はい。いやでも離れたり高い近づいたりが速いです、ね。うん。うわ裏にいる。おっと。繋がってない。弦が入って。これはいい高さだがちょっと速い。近敵対空はうまいが、うわ、ダックが置いてある、これは今の足込み大パンがなかったので OK でしょう。さあ、さあこれは相打ち、ちょっとソバットカーニバル、今のはもうちょい遠い前だったら弱飛行一方ぐらいで済んだ可能性がありますが、やはりちゃんと距離を見て打ってましたね。さあ、背中うまい。さあ、ガード硬い、いいですね。さあ、中継、このね、中継が強いんですよ。ただ DJ 側もしゃがみ中盤があるのでそこはお互い駆け引き。さあこれは台形入って重ねがつらいが中島チュンリーはワンチャンを、ワンチャンをいい高さ。これはしかし中継で暴れてまだ分からない。うっ投げる投げる。今のは小足からすぐに投げに行かずに中足刻んだの良かったですね。さあ続いてスピー側は、はい、さあここで、あどっちですかクレジット、緑。さあセオベガです。私はセオベガ苦手でございます。そもそもベガ戦が苦手です。さあこれが見えづらい。めくりはガード。おおお、背中どんなところに当たってんの。SGSR すぐそれって書いてありますね。だいぶ前だね。さあうまい、バックジャンプで回避。さあ投げる中パン、あの子足が強い、垂直バリアの壁。さあここはセルズが入ったが状況は良しでしょう。歩きを見て飛行艇を打って、さあ対空うまい。おお背中を刻むがこれはおお熱い、逃げて逃げて、あトマホーキック、お仕置き0秒でしたね今、ゼロカウント。あれでもねバックジャンプで今ね多分ねキック系をしてたと思うんで、逆になんかパンチ系だったら勝つんじゃないかなってちょっと思うんですよ。相打ち最悪、うん、中盤とかってちょっと思っちゃったり、まあ分かんないですけど継承してないんで。さあうまい、うまくいなしていくが、おー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 おお入れ替わった。打ち身は取っているが撃てて、これは戻って息が詰まるが、さあ5番対空これはうまいが、さあ来た、うわっ減る、投げた、超減った。さあ裏回って撫でてチューチューで暴れる。さあ対空いいですね。さあ円柱盤、円柱盤、円柱盤の角度がおっとっとっと。さあこれはセオチュンリじゃないかな、セオベがかなりやりづらそうだが、さあ台形、おうまい、あーとこれはやばいやつ。さあおっとガードして投げる、今のガード方向入ったのはうまいですね。歩きガードを意識して吐かせたか、ハゲログハゲログお長州さん、X エースト終わったのにやる気でいるね。いやX エースト終わってからまたねこう X エーストでねこう動けなかった分をまた反省してね動画見て、そうですね、まあ動画ねもうすでに上がってますのでね、やはりどういうところが悪かったかをねしっかり研究していくのもすごい大事です。ですね、CPU が座ったのはハゲさんですね。お、フェイロン
さあハゲフェイ初めて見る。ハゲフェイね、あのね、火で殺せると思ってね選んでると思うんですけど、中島さんは僕のチュンリとは違うと思うんで。ベッカが刺さる。あさあ、やはりこのゲーム、なでなのか。まあ、なでは確かに強いです。さあ、台が入らず、ちょっと惜しかった。さあ、レクソレクソこの連携連帯パン。さあ、上回った。入れ替わる。さあ、しかしこれでもゲージを貯められてしまうと、あー投げと、はい。いや、中島チュンリーが5連勝。ハジェさん、お疲れ様です。さあ、お茶丸バルログ、さあ、お茶丸バルログ、さっきヒデチュンリーといっぱいやってましたが、その成果が果たしてきちんと出せるのか。あれ、1回も勝ってませんよ。はい、いや、1回勝ってます。さあ、投げて、あれね、投げた後に受け身取って、シャガチューパンがね、バルログ絶対暴れられるので、ほぼほぼでもテンション仕込めるのかなというところなんですよね、チュンリーが。さあ、バックジャンプ中継で対空。さあ、しかし早出し、裏に行って、さあ、これはハイクロでうまく逃げるが、さあ、そのハイクロちょっと若干危ない感じがするが、まあ、歩きを見てハイクロ出してるんなら OK ですが、後ろ溜まってる場合は戦列が隠る場合がありますので要注意ですね。これは危ないです。さあ、これは見えない、裏かな、裏、もう体力9割。さあ、ハイクロ、エチュパン、エチュパン、ゲン、うまい。さあ、これはピオリッチ、うまくしながら、しゃがみ。さあ、ちょっと刻んだところで直投げだったら良かったかもしれないんですが、まあ、ちょっと間合いを間違えてしまったか。さあ、どうしましょう。あー、どうしようかな。2回目出ても全然大丈夫ですよ、我こそはっていう人がいたら。まあ、そうっすよね。まあ、じゃあ俺行くわ、そしたら。はい、じゃあ1P 側、ヒデチュンリーですね。ここで倒してもらいたい。さらにちょっとバルログ相手にいけるよっていう人はあんまりいなかったみたいで。うまいオーラパンチ、テラーもガード、ちゃんとお釣り入れてる。あ、スカイハイクローですね、ごめんなさい。今日も落としていく、投げ打ち OK、 着地を投げる。テンション、ここから中弱重中ですね。おっと、弱足戦列ゴリゴリ削っていく。オーラパンチ、ヒデチュンリー勝利ですね。スピー側はオーリュー
側ちょっと早いと思いますが、友田さんの、あ、バイソン、後継に相打ちで刺した感じですね。グラブスター、出しといて、おっと、百裂バリア半端を切っていく。上から、あー、伝承が待っていた。カンパが入った、でかいのが入ったか、ちょっと握り、おっと、殲滅失敗か、ダメージ、ワーワー、最後削り。さあ、そして 2P が座ったのは、トーコンさん。トーコンさんは選んだのチュンリー、同キャラですよね。さあ、同キャラ、殲滅当てた方が勝ちみたいな感じですかね。引っ張って投げていく、ちょっと入れ替わって、どっちがどっちか分からないが、ヒデチュンリー勝利。1本目ですね、すいません。露骨に溜めていく、おっ、チンビ様めくり気味からごちゃかしていく、投げる、戦列、現に戦列が刺さる。高い露骨に溜め出した感じ、ちょっと背中気味、スピードで脱出、投げを切っていった、投げなのか。さあ、戦列吐かした、投げテンション、殲滅出してしまった、時間がそろそろだ、どっちだ。時間切れ、ヒデチュンリー勝利ですね。さあ、座ったのは破天荒さん、龍、出していくのは龍、波動だったが、うまいこと飛びはあったが、一発、ヒデチュンリーペースですね。真空も飛ばれている、戦列で終わり。さあ、2本目、波動で押していきたいが、溜まってしまう、お互い溜まった、おっと、映りはなかった、また溜めれるのか、これ、おっと、勝利券、
近距離で波動拳。時間がちょっと足りないか。2本目破天荒竜。さあファイナルラウンド冒険。横押し力チュンリの方が足がある分速いですね。飛んでいく。お互いゲージがある。真空におつり。おっと飛んだ。 TBS 戦列抜けれなかった。あーっと破天荒竜勝利。動き方があった。おっと座ったのは倉橋さんですね。倉橋さんのガイルですね。さあこれは竜巻にストニックをぶち当てて、さあこれは TBS は怒らないがいい位置で竜巻。お互い一歩も引かない打ち合いだ。さあこれは画面端は近いですがいい飛びですね今のは。さあ波動拳をもらう。これは空中で避ける。さあアルティガーズはちょっとできなかったが裏剣が入る。さあこの時間だと多分溜めきれないでしょう。おっとおっと危なかった。さあここはサマーを出してめくりはしっかりガード。さあ対空勝利は出ないが、さあここでジャッジ勝利表。さあ空中で踏んでしまう。さあリフトアッパー。さあうまい。さあこれは時間がたっぷりある。後ろにも下がれる。ガードは全然 OK と無理はしない。さあこれは踏まない。さあ中継。さあこれはうわー、ここはハードガードしてもさすがにゼロドットだったので。さあ残るは 2P 側闘魂友田長州カーシム瀬尾。さあじゃあ大会進行の時間もあるのでぼちぼち誰が行くか。さあカワシムさんがかぶせていく。ダルシム。さあダルシムサガガイルはおっとどどど。さあ対空間違えなければ大丈夫なんですが、あの立ち壊しが辛い。おっとどうぞ。さあこれはかなり難しいでしょう。さあ大帝とファイヤーが打ち、これは美味しくない。さあ時間もないが中継当てて、こう、あー、対空が。やはりキャラ差がかなりあるカードなので、時間もなくなってくるとかなり厳しい。
さあスラに対して2発中継中継と当てて、さあガードが硬い、これは強い。さあしかしやはりそうは言ってもガイルダルシム、うわー振った、これは厳しい。おっとしかしソニックのところにコパンが刺さる。あ、いいですよ山本さん言っても、はい、さあ山本純理、さあこの山本純理いいですね。さあ今のは今の位置だとあれかな、多分画面端くっついてるからおそらくナディウティミ取ったダルシムに対して中大入る可能性がありますね。うん、多分中大入りそうですね、きっと。おっと、いいとこまで行ったが、あそこ中大だったらピュータ可能性ありますね。おっとどうぞ、これは吐かせたが体力は若干、おっとどうぞ、あー大剣、いやさあドリルに対しての対処がやはりまずは鬼門になるか。ドリルに対しての対処はいろいろありますが、まあチュンリー様ビンタ、あとはまあそうですね、まあ立ち中継円台パンはちょっとないか、あんまり。さあ上からガスが来るが、さあ弦が置いてあって小足から投げない、さあかなり戦えているが、さあゲージをお互い、おお釣った、前ジャンコパンが当たらない位置で技を吐かせて釣ったというところか。さあ開幕大転勝はダルシムにはあんまり有効打にはならない。さあ聞こえてん、おお、いいですね今、おっとととと、これはチャンス、今の投げでいいのやばいっすね。俺もなんか3段じゃないかなって思ったんですけど、投げでよかったんですね、あの体力マジか。でも今の投げで死ぬんだ、長州さん、さあここで長州さん、さあ今日のレッパのゲージはどれくらいか、 X エストですでに空になってしまったか。さあここはぶっ放す、まあありですね、とりあえず1回は強気な姿勢を見せるありですね。さあこれはさあ踏んでしまう、あーあの位置はダメです。お、あーと、まあ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 今のレッパが若干怪しい感じだったので、おっとっとっと、ああなるほど、投げの大パン、投げ前に入ってない大パンからの、まあ、しゃがみ台足でフォロー。さあこれはチェンリーやばい、チョル、さあ長州さん早いぞ膝、さあ昇竜拳はしっかり出る、投げる完封、行きたい人どうぞー、佐賀と坂本さん、あれ、
さあ 1P 側12345678910セビが4人、まあ、時間的に今日エキシビどうします。ハゼさん今10時40分、ちょっと厳しいですかね今日なしで、うん。さあ今日エキシビなしなので我こそは出たいという方どんどん出ていってもらって大丈夫です。さあこれはさあ気づけば画面端ひっくるし、さあ飛び暴れている。今日の聴衆者の対空精度が高いぞ。さあこれはうわー、さあ坂本下がってもかなり我慢している。うわっ、さあどうする、これは飛ぶ。あーここはさすがにしっかり出ますよと。さあ開幕は同点。さあいい位置で打ってますね、うまい。うわっ2位で突っ込んでくる、うまい。さあおっとどうぞ。さあお互い足の使い方がなかなか。さあ気づけば天満の体力があんまりないが、おおいい体育。おっ怖っ怖っ怖っから様子を見た。あさあこれは大仕掛けて投げる、一気に画面端、わあ対空が出ない。そして対空出ないのいいことに膝やりに行く。さあ今度はしっかり出るぞ。さあ中足波動をもらって、これはしかし画面端で踏ん張る、踏まない。しかしいやー厳しい。さあバイパーさんが行く。さあ剣に対してバイパーさん何で行くんでしょう。フォークかな、ガイル、まあ、剣ガイル。さあ代々開幕入るいて、ガイル有利とはいえどもやはり体力を蓄えると結構厳しいぞ。さあ長州さんお得意の前じゃん弱点、ああなぜかスカル。さあ踏む、おっと台紙が光る前だったが、さあ画面端は厳しい。うわー昇竜スタブに勝利当てて、スーパー昇竜昇竜撫でる。長州さん圧倒的さあここで原野龍が2回目の登場。さあ勝利勝利、さあこれはうわー横瀬にやりに、これは連覇が出る。今日は連覇ゲージが溜まっている。あそうなんすね、さあ大手が入って、さあこれは見てからでーす。さあおっとっとっと、うまいバックジャンプで回避。ちょ
開幕大手入るがしゃがみぐらいでちょっと、あーこれは惜しい。原の竜かなりいい。おっとっとっと、あーっと露骨にやりに行く。それでやばい、原野さんが現れている。おう、あゼロドットだ。どうすんの。あーおあー、今ちょっと長州さんちょっと死亡フラグ見えましたね一瞬。お互いに技が使ってからあそこで原野さんが真空仕込んでたらやばかったっすね。さあここで倉橋さんが2回目は倉橋さんが竜を使う。さあ長州さんが気づけば4連勝中ですね。さあお互い波動をかなり打ち合う。全然飛ばないぞ。さあここで流れが変わった。さあアルティガードを駆使しながらお互いゲージを回収。うまい。しかし安い、激安、電動ありますね。いいですね今。おーっとこれは、あーちょー、あはっ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 。さあ長州さんが技が出なくて叫んでおります。まああれだけ技出ないと叫びたくなりますわな。気持ちはすごいわかります。さあ倉橋龍が硬いぞ。さあ大足ちょっと早かったからそこに核反をもらう。うまい。さあこれはしゃが中。さあ残るは3人、闘魂友達背負う。さあここで闘魂準備。長州さんちゃんと上着持ってきた方がいいですよこの時期、夜寒いっすから。いやマジ、いや、マジだって最近朝晩寒いんすもんマジで。あやっぱり季節の変わり目の風には要注意。しかしそれでも風邪ひいてても一つは楽しい、そんな時代です。僕はいたって元気です。さあうまい。さあ今の空対空はかなり早い、見てからではありますが。さあ垂直。さあこれは巻き込まれるやつ。小足から波動拳。おっと中足波動が出なかったか。うまい、投げて小足で止める。あー投げる。さあ中腰。さあこれは飛びが間に合わないフレームで波動拳打ってる。さあこれは投げて飛行機ぶつけて、お様子見。さあ空ぐらい、うまい。さあ投げて。さあしかしお互いゲージがある。これはお互いに気まずいがどうやってやっていく。踏まない。おー引き付けが甘いが宇宙系が置いてあって、昇竜拳見てからでは間に合いません。さあ中継のハード相打ち、あの距離だとファイヤーハードだったら台だったら燃えてる可能性があります。さあお互いにゲージ回収だが、さあお互い攻め切った。さあここからが勝負。うまい、ゲンゲン。お今の垂直うまいが入れてたのか。さあこれは投げて、さあ吐かせた。さあこれでうわー呼んでいた。さあこれは厳しい。さああと2人フィオチュンディとおそらく友鍋が、さあお互いニコニコしているが
この2人のニコニコ、かなり強者のニコニコです。どっちがしても嫌です。長州さんが今日ずっと寒い寒いしてるけど、皆さんどうです寒さ、そんなに。さあ代々入って、いや上着はもマジで持ってきた方がいいですよ本当に。さあこれ見てからテンションまで入っていって、さあ仕込み大パンはうまくいかなかった感じだったか、うまくいなしてはいるがゲージが、あーこれが、さあ真空のぶち当て率は、うわーこれは3段入る。さあこれは代々、うわ減る。さあ垂直ビタの波動拳、中ゴスとテンションが相打ち。さあしかしわからないもん、うっ壊しマジで。さあこれは出していく、さあ画面端近いがいい位置で飛んで中央に戻す。さあ体力リードはチュンリーだが、うわ大ゴス大ゴス超近づいてくる、このプレッシャー。さあ波動拳いい位置で打っている、これは抜けていく。さあ駐車の投げにはいかせない。さあこれはまだわからないぞ。さあ、いい位置飛んで、うっ、これは俊理様がかくらない、かくらない、うわー長州さん、どっちも行ってる。さあ、ここで中島ガエル、さあ、この2人、中野でよくやっております。が、戦績はどうなんでしょうか、お互いの。さあ裏剣、さあガイルはチュンリーが溜めている前にダメージを与えたいが、強チュンリーのゲージの回収の速さが速い。うわっ潰される、現体打ち、これまでガイルが嫌ですね。わあどう、おお、なんで返す、これはお見事。さあ前そばが入る、あそこで急に前来られるとやはりチュンリも難しい。さあそば手が入って遠大ファンタイク、おっと大足扱かくんなかったか。さあセオチュンリーがいい位置をキープしている、これをねじ掛けるのはかなり難しいと思われる。いい位置をキープしている、近づいてきたら下がって前を調整、これがガエルチュンリー守れるんだよと。しかし弦も刺しに行くよと。さあこれは見てからうますぎる、まあ間違いないですね、僕ガエル戦若干下手なんで。さあさあこれは中弦が入らずだが、うまい、さあ全うまねえ、マジでうますぎでしょ。さあ裏に投げる、これはいい、これが落ちない、投げてうまい、うわうまねえ、うますぎなんだけど。さあいい位置取り、うわーガードでも死にかけです、すえ。おバイパーさんが、俺たちさああと4人対2人、ヒデバイパー坂本ムナーリ対セオトモザ、誰誰にせもの
うわー、これは運が悪い。けどさっきからあれですね、まああのシャガチューヒャクレスは確かに裏に出ることが、あのヒャクレスの前が、さあこれはさあはめ切れるか、うまい、これは大抵確定。さあしかしゼロドットは厳しい。どうする、さあじりじりと、しかし画面は押されている。前、おーっとこれはガードになる。あーこれは厳しいですね。2分1大体。あーこれはやっちまったか。さあ早い、テンションはかられる、やばい、テンション出す、まあ、テンション出さないと死にかけですね。100レスで3セット。さあ、コパン飛行点いいですね。危ない危ない。さあ、怖いぞ。おーっとと、巻き込まれたが安く済んだ。100レスで決めて、あー、円大金。さあ、大将ともだ。さあこの2人もよく東大戦で当たってたと思われますが、最近は友田さんがよく当たるのは焼き鳥さんです。さあ気づけばこの体力差強気ですね。あー今のシャガチュー多分おそらくミドルまで入りそうな位置ですね。おお、5パン。さあ気づけばもう4割ちょいゲット。これは溜まってないが、さあ5パンを当てるが、これはどうなる、当たる、しかし距離が遠い。いやー最後に逃げますね。そうですね、これは前ジャン大帝がとりあえずかくって、うわ投げに行ったところは押し落ちで、俺たちのバイパー光りましたね。もうね、バイパーさんいつでもね、2回転回しますからね。あの、昨日もね、この2人、式で、はい、あ、バイパーさんもいたんすか。はい、あ、珍しい、決勝で当たってます。へぇ、じゃあ、で、どっち勝ったんすか。これは、見てのお楽しみ、見てのお楽しみ、なるほど、もったいぶりますね、続きはウェブで。さあ、これはやばい、バイパーショップ、ミドルミドルでなんとか追いつくが、うわ円台系が置いてある。しかし中大じりじりしている、これは熱い。しかし距離詰めるのはフォークがかなり難しい、厳しいですね。最高はもらいたくないんで、メガのミドルミドル台に対しては円台系はかくるんですが、あー、あー手前落ちはバレている、反応が早い、投げた。さあ残り3人、坂本さん行ってみます。うなりさん何出てます。了解。あのちょっとプレッシャープレッシャー。さあグランド、さあ、おいしいですね、この削り、気づけば4割。さあ、これはしかし、はい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 、減る、まだ、おお、これは、これチャンスかと思ったが、ちょっと惜しかったですね、今のは。さあ、投げて、さあ、しかし、今のベガの前段。ね、あのパンチ系でよく着地ゼロ振れないように投げられましたね。踏んで体育がうまい、投げにはいけない、投げてミドル対打ち、おっとっとっと、
かり対空は出る。しかし右を食ったが、これはガードして撫でられている。なぜ角角ではない。ミナリさん行きます。どうしたらっていうか、どうぞどうぞ。ちょっとまあ確かに友田さんとなね、戦績だいぶ悪いですけど、レガ戦ダメですよ僕。さあ最高で2ドット削りから開幕スタート。さあうまい、見ている。さあこれはうわ暴れる。さあ打ちまくる打ちまくる。うわこれは相打ち。引っかかってどうなる。飛んでいく、投げて打てみがない。うわーホーバーが入る。今のはタイガーの出がかりかなですね。タイガー見えてました。でしたタイガーさあ打ちまくって打ちまくって、間に合う。玉打ちが本当にうまいですね。おっと上に当たる。さあこれは見てからさあ無駄ありさだとかリーチをかける。相打ちだがダメージの差がひでえ。最高で2度とてぶってガードが硬い。あっと投げられている。お逆に出たのか今のは。運が悪い。丁寧に立ち回っているがやはりでもうわーホバーをよく打った。しかしおーこれは勝負。あーバックジャンプ台形。さあ俺行ってきますわ。さあ最後のプレイヤー同士になった、ワンピー側ヒデチュンリー。あれ流れてます。そんなコメントまだ流れてないですよ。さあやる前はちょっとベガ戦が苦手と言ってましたが、投げていく中元。強元ゲージは両者溜まった。おっと後ろに戦列出ている。ヘッドプレス着地前でしたね。あっとナイトメアで逃げていく。あっと食らってしまった。ピヨッタお互い1-1。さあ最後のラウンドとなりました。おっとデビルグラスから直接投げに行った。投げる。しかし画面が一回画面端が逃げていった。あーっと背中がバレている。あーっと踏まずに投げた勝者トモザベガー
後半でだいぶ巻き返されました。勝利は 2P 側チームですね。はい、はい、じゃあね、本日の紅白戦は 2P チーム勝利です。じゃあ、 勝利チームね、ちょっと写真を撮らせていただきます。じゃあ写真入りたい方、はい、というわけで今日の勝ちチームの写真が撮られました。皆さん後日見てください。みんないい笑顔なのかいい後ろ姿なのかちょっとよく分かりませんが、というわけでとりあえず僕はちょっと今日は用事があるので帰っちゃいます。すいません、お疲れ様です。はい、ではね、本日のランバットは終了いたします。
Fight!
Thank you.
Yeah.